はい、皆さんこんにちは。今日もクロスローズインやっていきたいと思います。前回の続きですが、ちょっと部屋の方を改装しました。酒場の部分ですね、ちょっとでかかったので一列縮めて、その分ですね、倉庫とかキッチン、スタッフルーム拡張してあります。それとですね、こちらの方はもうベッド、いっぱい並べて、とりあえず宿泊客重視にしました。お風呂は使われないのでよくわかりません。で、今日はですね、できたらお店の方をもうちょっと良いものにしたいかなと思っています。こちらアペアランスの方がマイナス83ですので、まあ少し装飾品とか机とかを変えつつですね、まあお金が今ちょっとないのでいろいろできませんが、こちらの方を上げていきたいと思っています。寝室の方はまあ大丈夫かな、2個半ありますから、まあまあやっていけると思いますが、ちょっと酒場の方がね、あまりにもしょぼいので、少し装飾品でカバーしていきましょうか。これとか3つ上がりますね。なんかクリスマスの用具みたいな感じですが、まあ1個300か。これ70で。うわ、でかい。でもこのちっこいやつなら、70でも結構上がりますね。ちょっと1個だけ入れ、これ邪魔にならないのかな？ちょっと1個ちょっと立ててみましょうか。あ、やっぱこれちょっといけなくなったね、こちらの方は。これだけで74に減りましたので、まあ結構な効果がありますね。できれば壁とかにかけるタイプか、机とか、こういう座る場所を変える感じで、まあ狭いんでね、店が、対応していけたらいいかと思います。一応絵画付けたりですね、こちらにいいテーブル椅子置いたりしてですね、こちら、なんとかアピアランスの方は7にプラスに持っていきましたね。マイナス90ぐらいあったんで、かなり上がったと思います。そのおかげで部屋の星も2つ星から3つ半になりましたね。これで多分見た目の方は特に問題がないのかなとは思うんですが、お客さんの評価を見ると結構悪いが、怒ってる顔があって、こちらは、まあ食べ物が悪いとかサービスが悪いと言われてしまっていますね。まあ、このサービス、まあ、食べ物は多分グレードのいい食べ物だと思うんですけど、サービスの方が何を表しているのかがよくわからなくて、店員がひょっとしたら遅いのか、もしくは何か別のものがあるのかなという感じですね。で、食べ物の方は結構増やして、あ、ワインがちょっと切れましたが、食べ物を増やして、その来る人に合わせたものも結構置くようにはしているんですけど、まあ、これだと荒くれ物の方が好きだよという感じのものを入れていますが、なんだろうな、値段が高いのかな、よくわかりませんが、サービスが悪いと言われていますね。ネズミが来ちゃったのか。そしてですね、まあ、今はいなくなったな。なんかかなり満足してない、怒ってる人とかも、ここちらほら増えてる代わりに、かなり大満足という人がなかなか出てきていませんので、なんとか、こちらの方を満足できるような感じにしていかないといけませんね。こちらお客さん的には、だいぶ旅行者、トラベラーの人、冒険者の人が結構来るようになって、代わりに荒くれ者が少なくなってきましたね。まだ普通の農民みたいな人が 50% 半分以上は来ますので、どうしたらいいんだろうな。まずこの人たちの満足度を上げるようにするべきなのか、まあこっちの人たちの満足度を上げるべきなのかちょっと分かりませんが、まあちょっといろいろとやりながら頑張っていくしかないですね。はい、こちらですね。猫ちゃんがなんか外にいたので、クリックしたら、なんだろう。ハートマークみたいなのが出ていて、従業員がなでなでしたら、こちらですね。住み着くようになりましたね。これどうしたらいいんだろう。なんか確かにですね、こちらの方かな。外の方には、犬小屋と、猫を飼う場所。これドックですね。あ、全部ドックなのかな。キャットボールとかがあるので、キャットトイもあるので、おそらくひょっ
としたらこれ猫ちゃん飼えるのかもしれないですね。あ、どうしようかな、これどこに飼っていいのかわからないので、とりあえず倉庫の方にキャットボール入れておきましょう。ご飯食べる場所かな。その他にも、あ、遊び道具とか、これは何だろう、あ、寝るところか、猫ちゃんが寝るところとかがありますので、まあ、こういうのを買ってあげると、これ外に置ける、外には置けないのか、ひょっとしたら猫ちゃんがネズミとか退治してくれるかもしれませんね。現在ネズミがいるんですが、まあ、ここですね、ネズミ取り装置とかはこの家置いていませんので、まあ、もし猫ちゃん活躍してくれるんだったらそれでありがたいんですけど、またちょっと初めてなんでね、どうなるかわかりませんので、今後も引き続きちょっと猫ちゃん見ていこうかなと思います。なんかちょっと酒場のアイドル的な感じになってくれてもいいなとは思っていますね。こちらサービスが悪かったと言っていたので、ちょっと限界人数ですね、入れる人数をちょっと制限してみました。前回の時は、22、23入れたんですけど、今回はもうテーブルを結構減らして、まあ、10名ぐらいしか入れないのかな、もっと入れるか、8人8人16、このテーブルがなんか使われないので、まあ、16人程度しか入れなくしてありますが、そのおかげか分かりませんが、こちらですね、大満足の人もいるようになりました。代わりに不満足もかなりまた出るようになってしまって、なんでこれになってるのかがよく分かっていませんね。まあ、ちょっとデコレーションが気に入らないよっていうのはまあ仕方ないとは思うんですが、サービスがやっぱり提供の速さだけではないのかなという感じがしていますね。いや、なかなか難しい。どうしていいのかはまた分かりませんので、もし分かる方いらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけると助かります。そのまま進めてたおかげで、お金の方はかなり溜まってきましたので、ここでですね、少しプライベートルームとかもちょっと作っていこうかなと思います。プライベートルームは、どこだ、これか、これで、まあ、そんなにでっかいやつじゃなくてもいいと思うんですけど、適当にここにドアをつけておこう。で、明かりとかが必要なんですよね。で、風呂場が本当に使われないので、もうこれ仕方ありませんので、もう風呂場使わずに、こちらでなんとかしていきましょう。ライトオンにして、あとはまあ鍵マークついてるお客さんが欲しいものを若干置いてみようかなと思いますので、しばらく待ちましょうか。現在ですね、今こちらの、曲芸してる人なんですけど、まあ、この人が、プライベートルームを借りたいということで、まあ、この人に必要なものを全部用意しました。ベッドとこのデスクと、あとなんかこのポットですね。こちらを欲しいということで、あ、これちょっと机置いたから向きが、やばいけど、これで OK かな。で、もう少しこれずらしておきましょうか。はい、これで一応プライベートルームの方はできて、レントしましたので、おそらくこれはまた別でお金が入るのかなんかなんじゃないのかなと思います。ちょっとやっぱこうベッドが邪魔で扉が開きませんでしたが、ちょっと移動させましたので形変ですが、このままちょっと見ていきましょうか。この人なんか入ってきた時に曲芸してよって言って、たんですけど、その時はしてくれなかったんですけど、突然し始めましたので、どうなるかよく分かっていません。まあ周りの人がめちゃくちゃ喜んでるのと、あとやっぱお金がね入るので、これだけでどれぐらい入ったんだろう、423入りましたので、かなりありがたいですね。こちらプライベートルームですが、しっかりと泊まってくれていますね。あとですね、なんか知らないけどこのベッドだけ、かなりピカピカのやつができていますね。なんだろうこの違いは。普通のやつも布団敷いたりするとこれクリーニングすればなるのかな、きちんとしてくれるんですが、こんなピカピカがつくことなかなかなかったんですけどね。それか人によってそういうなんかスキルがあるのかもしれません。で、こちらなんですが、なんか、よくわからないんですけど、どの仕事に割り当てたら、ここの、
あ、泊まる客を最優先で見てくれるのかがよく分かっていません。インキーピングは多分布団とかの整理なのかなと思ってたので、ウェイティングテーブルやルームサービス専用の人とかも置いたんですけど、まあ、なかなか取り合ってくれない状態ですね。何の仕事にきっちり専用にすればここで待たずにこの人らを通せるのかが分かれば、もう少しこの人らのサービスの方が上がるのかなというところです。まあ、よく分かりませんが、こちらの人ですね、園芸師の職芸師の人なんですけど、おそらくこれ何も頼んでないのに勝手にここで芸をするようになってしまったんですけど、ひょっとしたらここの階段から登ってこの絵を見ようとしたら、ここに登った瞬間にもうこの人が通ると踊り始めるのかもしれませんね。こちら何もしてないのにさっきから、ずっとこちらの方で曲芸しています。それとですね、ようやくですね、こちらの荒くれ者の方とかも、結構満足顔になってきましたね。まあもちろん、不満足の顔の人も結構いるんですけど、満足顔の人が、出るようになっただけでもまだいい感じだと思います。まあ、ただこれがなんでできたのかがまだ分かっていないのが、結構痛いところですね。なので、まあちょっとレシピの方も今、なんかいろいろと出せなくなってるな。何が足りなくなってきた？とりあえず品数はめちゃくちゃ増やしてきていますので、まあ、今後も少し、増やしていこうかなと思っています。ああ、やばいな。そしてアップルサイダーの方が、ちょっとなくなってきたのかな。ビールとワインはあるという感じですね。アップルサイダーもちょっと加えていったり、まだ飲み物系も入れていないものありますので、まあお金に余裕も出てきましたし、まあ、少しずつちょっと拡張していくのもいいかもしれませんね。まああとなんか左の方は結構お肉とかが、売ってるところが多いので、まあお肉料理とかも今後覚えていって、まあ、出していこうかなと思っています。ただこのなんかお肉料理とか、位の高い人用なのか分かりませんが、ここらはいいですね。かなりいいものが作れますが、お肉料理は結構貴族とかそんな感じなのが多いので、はい、こちらですね、ノーブルの人たちかな。まあ、こういう人たちを呼ぶことになった場合はしっかりとお肉料理作らないといけないんだと思います。ということで今日はまあちょっとこんな感じで、まあ何も進んでないような感じですが、これで終わろうと思います。まあどうしようかな。今後の目標としてはやっぱり、満足度をちょっとずつ増やしていけたらいいかなというところですね。まあこれもちょっと試行錯誤していかないとわかりませんし、あとフェイムですね。フェイムの方は全然手に入っていない。これ多分1日に5人ゲストを満足させろというやつなんですけど、これすらまだクリアできていませんので、まあなんとかこういうのを取っていけたらいいかなと思っています。ではまた次回ですね、この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。